でもなんか事務員とかこうやってタバコ吸ってないよ。うんうんうんってね。まあねーって。オカマっぽい。でも経理の人がさーって何えこれダメよレディーマン。こうちゃんごめんなさい。そうねー、経理部はねーみたいな。ってやーよね、あそこの人ね。お姉さんほんとよ、ナナちゃん。お姉さん最近もうかってるかしら。ナナちゃんも不景気よ、もうコロナのバカのせいで。そうでしょ、わかる。ナナちゃんのところはもう商売上がったりは、そこもういい男いないかしな。もういい男お姉さん紹介してよ。やめ。私のお姉さん1匹ぐらいいるじゃないの、いい男。いるじゃない、あんた好きこましてる男。あれダメダメ、もうあれはお金お金よ。お金、あんたもね、好きね。いつも騙されちゃうもん、私。お姉さんはね、あれよね、いいわよね。私、だけど男運悪いわ。こないだも殴られて。あらららら、またそんな悪い男。でもお姉さんね、痛めつけられるの好きじゃない。嫌じゃないよね。でしょ、嫌じゃない。意外と M なんだからね。はい、これ。殴られたじゃんね。ひでママに。あ、ひでこにね。ひでこに殴られたじゃないの。九州の暴れ馬、また暴れちゃって。あの女はちょっとね、手強いわよね。あんたんとこのリスナー、ババしかいないじゃない。あ、うち若い男いないの。まあ、うちはほどほどって感じかしなね。もうその中にほらね、宝見つけるって感じでいいじゃないのね。いい男いそうね、本当に。お姉さんどういうタイプだったっけ。私芸能人で言えば私向井治とか。ああ、わかるわかる。治ね、かっこいい。まあかっこいいかな。あらヨギ、あんたまたナナちゃんにもうドンペリー。あら、ヨギちゃん来たのかしら。ありがとうございます。ヨギ子が来たのかしら。来たわよ、また。ヨギエ先輩がね。またあいつ倍目に来たわよ。あら、またかしら、もうやだわ。怖いわ。ほんとよ、ヨギちゃんなんて。ヨギちゃん、そういえば、こないだ。何？募金詐欺したらしい。あら、怖い。まあ、あらあらあら、あら怖いわ。あの子。やるわね、また随分と。怖いわ。それでもう SNS もね、炎上しちゃって。あらら、もう下手くそなんだから、残ったらね。やり方考えたらいいんだね。ね、ほんとよね。怖いわ。おかまって引き笑いする。観察してるよね。おかまばっかだもんね、周りね。そういう思う。ひどんなは何かとこ斜めだ。いやね。それならそうそうそう。それならんじゃあスーパーとかはどうなのかしら。ほっほっほみたいな。そう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 だね。そう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 。前とこうやって。こうやって窓かマギか打ってか。何売ってんの。時期買ってってる。ああ、家のね、時期買うってすごいの。あ、お茶ばかりありがとうございます。リエちゃん、はい、のんぺりー、ありがとうねってね。ほんとよねっていいかしら。いくわよ。皆さんもなかなかなかったからこういうことね、新鮮だったわ。元に戻して人間に。お姉さんいいの？お願いします。お姉さん男に戻る瞬間よ。はい。それ。おー、それ。そーれ。あら、おしゃれ。あら、取れない。取れない。さすがね、これね。もう半分だけ取ってっても。半分。もう半分だけ。半分。もう口紅も半分。あれもあんま変わんないね。は OK。 うわさっぱりした感じするわ。 OK。 ああ今日なんかやることやった感じするわ。確かに。うん。